おばあちゃんのハッピーライフ。何人分だからベスト。卵いっぱい使うんだ。落とせるね。下ごしらえしてやった。うん。冷まして焦げちゃうからね。これも心配だよ。ちょっとね、こちら ずっとかましてなきゃいけないんだ。うん。ずっとかましてなきゃいけないんだね。そう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 。討論するにはかましてない。そうなんだ。うん。なんだって。うん。大丈夫。焦げちゃうかな。鶏のひき肉がいいんだけどさ、お母さんこのひき肉だれ、なす揚げしようかと思ったからね、うん、これのひき肉、豚のひき肉買ってさ、だいぶ固まってきたね、うん、それでいいんだ。
そうな匂いがする、うん、美味しそうな色なんピークだね、うん、ここはねお醤油と、うん、醤油とやっぱりお砂糖を入れて、もう少し砂糖と塩入れた方がいいかな。あ、うちはマンガが好きやから。Thank you.
ああ、できるよね。はい、よくできました。はい、おーい、ひき肉ができました。うん、焦げちゃうとこあった、うん、ね、
でも火弱くたしたりあれしたりするなんてよくわかるからいいね。今度のやつ、今度のやつはね。この他にもキュウリ入れてやんだ。うん。キュウリ。三色なるね。
私はこれいらないんだろうけど、いいよこれ。はい、出来上がりました。簡単です。簡単なそぼろ丼。はい、うん、そぼろ丼です。どうかしら。くじゃたーちに酒持ってってやるね。菜の花のおひたしを入れる出すの忘れました。すいません。今夜の、夕食は、三色弁当にそぼろ丼です、うん、はい、ひき肉と卵ときゅうり、あとはサラダです、うん、菜の花のおひたし忘れちゃった。じゃあこんなとこでね、いいかしら、こんなとこで今夜の夕飯は、はい、はい、お肉の代わりに椎茸で、うん、椎茸、はい、椎茸、ベジタリアン用です。ベジタリアンというか、お肉食べない人用で、ベジタリアン椎茸を、うん、同じ感じで椎茸を砂糖と、うん、醤油で、お肉の代わりだ、はい。椎茸バージョンの三色丼を作ってます。椎茸ね、かわさない。タイチが美味しいって。今ね、これ食べて。コメントいただいてね、うん、うちも三色丼って。うちも三色丼っていう人がいた。ん？コメントすぐくれて、うちも三色丼っていう人がいた。かぶった。食べた？うん、うちも。同じ人がいた。同じやって。すごいね。ほんと、うん、もう出てる。出てる。面白いね、うん。すごいすごい。随分水が出るんだね。ん、水が出るね、椎茸は。水が出る。水少し入れたから。あ、入れたんだ。うん、あ、そうなんだ。入れた、水入れた。じゃなくて焦げちゃうやつ。あ、そうか、うん。ちょっと入れた。これ煮詰めるから。お腹空いたでしょ。
なきゃね。ね。今日は3食弁当になったんだ。あったね。すごい、大地が2杯食べたから。美味しいってんと食べて。これ半分ずつだ。おばあちゃんと。このくらいでいい？うん、いいよ、少なくて。食べて。美味しいって食べて。カレーだら残っちゃったりね。そうだね、ベジタリアンのための三色弁丼ぶり、はい、うん、椎茸でベジタリアンのためです。お肉の代わりに椎茸で、はい、はい、三色丼ぶりできました。できました。はい、はい、おばあちゃん、みんな入れちゃう。お肉いっぱい食べる。みんな入れちゃう。少しぐらい残したってしょうがない。
れちゃう。残してたってしょうがない。結構だから、いっぱいになっちゃうんだよ。ね。これもっとお前とこ入れようか。あ、大丈夫、大丈夫。いい？うん、はい。生姜はいらないの、うん、これも入れるかな、ちょっと、うん、彩りがね、ちょっと、うん、ちょっとでいい、辛いと、むせちゃうから、はい、私のです、残りもで私のお弁、丼です、乾杯、はい、乾杯。